あっぱれ、やってまーす。こんばんは、ご苦労様、加藤浩次です。ご苦労様、山本圭一です。バイキン小峠です。池田優子です。イコールラブの大谷由美里です。今週もですね、新型コロナウイルス感染防止のためラジオブース内の人数を減らして換気のため扉を開けっぱなしにしてお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今年も終わりますね。終わります。やだ、早い。忙しいでしょ、年末。今そうっすね、ちょっと忙しいですかね。忙しそう。そうですか。どうですか、山本さんは。私ですか。はい、全然変わらないです。いつも通り。いつも通りです。横です。横ばい。何かがドーンと来て、うわー、なんだっけこのスケジュールみたいな感じです。横ばい。つおお、はい、いつから横ばい。言い方があんまり好きじゃないんですけど、いつからと言われても。いつから横ばい。まあ、ずっと横ばいですから、うん、ずっとのことを横ばいって言うんじゃないですか。うん、アップスダウンがこうあんまりない、うん、横アップスダウン、アップダウン、アップスダウン、アップスアップダウン、アップダウン、アップスダウンと私は言ってますけど、なんでエース入ったんですか。なんでエース入ったんですか。いや、アップスこうアップの複数形みたいな感じでアップする方が多いのかなみたいな。アップダウン、アップスダウン、まあ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 なく、こうそう緩やかな感じですよね。こうアップもこうする、ダウンもこうなんで、横ばいですかね。横ばいはいいことですよ、ね。ダウンしてないってこと。安定してますね。皆さんはどうなんですか。やっぱり加藤さんはもうだって年末年始ね、ちょっと来週まで忙しいね。正月休みを取るためにやっぱり今もう詰め込んでる感じですよね。詰め込んでる感じだね。だってあなたタクシー乗ればいっぱいなんかタクシーの CM みたいなどんがどんがどんが出てきますよ。2回3回ぐらい。俺出てこねえんだよ。ええだからタクシーってその顔を認証してその年齢に合ったのが出てくるんでしょ。じゃあ何、そうなんですか。そう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 、だからだからそれぞれ違うのが出てくるって言ってて。知らなかった。そうだよね、あれね。すごい。じゃあ何、俺乗ったら相方だっていうのを認識して加藤の流すじゃない、多分山本来たっつって。だから山本来た、加藤流す。 AI が山本だって判断して加藤流しとこうかみたいな。それだったらすげえと思うよ。すごいな、うん、AI やっぱり。いやでも年齢で見るみたいよ、だから。そうなんですね。加藤さんの場合は本人だから流す必要ねえやって流さないんですよね。そうなんだ、 AI が判断すんだ。こっちやってんだから。俺小峠よく見るんだよな。小峠も見るわ。見ます見ます。小峠か、うん、バイキング2人でやってるんですよ。やってるね、タクシー CM ね。やってますね。あと藤森も見るな俺。やってますね。YouTube の広告でこの間加藤さん見ましたよ。何、フリーランスになって、儲かりましたみたいなことを宣言してました。お前なんちゅう CM やってんだ、すごいな。いやだって儲かるな、そんなの。なんかフリーランス向けのなんとかみたいな感じの CM で、でフリーランス代表みたいな感じでなんかインタビューされてたんですよ。でフリーランスになってぶっちゃけどうですか。でもそれでしょ、山本みんなも。いや違う、あのなんとか CEO のあの男のあのし白髪のなんかちょっとこう、でもそれ一緒だよ。あれ一緒。そう、一緒一緒。え、あれでもそんな感じ。でもフリーランス、だからいろんなバージョン撮ったんだよ。いろんなバージョン撮ってんじゃん。俺も分かんなくなってんねん、お前。あのバージョン撮って。ツーショットのやつと、うん、あのなんか女の子なんか何ミクちゃん見ながらみたいな、あれミクちゃんをこうバーで見ながらみたいな。なんじゃ俺気持ち悪いみたいな。お前その番組出てんじゃねえかよ。あ、すいません。お前その番組出てんじゃないかよ。すいません、すいません、すいません。CM がたまたまそういう感じだったっていうだけであって。よく流れてる。あれはよくね。あと小峠なんですもんね。西村とやってるやつ、まあ、だからあれ全部、その年齢に合わせたのが出るようになってるんだよ。そうなの。ただ違うの出るだろ、大谷さん。はい、私はなんか若い女の子の人が出てきますね。あ、やっぱ違うんだ。はい。多分、大谷が見てるやつは俺ら一生見れない。うん、そうかもしれない。あるの、うん、すごい。いや、そのあの全部そうなってるんだよ。じゃあさ、じゃああなたがネットニュースとか見てるじゃん。うんうんうん、あ、はい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 、はい、でそれあなたが見てるのの周辺のやつとかあなたが見そうなやつが集まっててるからね、うんうん、あ、そうなんだ。そう、俺だっていつもお前なんかあの何スッキリで一言言ったやつどんどん出てくるから。そう、お前が見てるからすげえなと思って。だから俺一切見ないから俺の記事一個も出てこないよ。誰の携帯に。見ないんだ。うん、あ、そうなんだ。そうなの、そうなの。ある程度でも
なんていうの、まばらにたまにはこういうのもって言ってやってくんないのかな、どうなのかな、だからまあ集中させるわけじゃなくて、ある程度見そうなやつが集まって出てきて、うん、であとはなんか今話題のやつも入ってくるから、うん、結構上位のやつが、なるほどね、大谷は自分のやつが結構出てくるよ、自分のやつ自分のばっか見てるからそうだな、でそれは勘違いしちゃいけないんだよね、それ勘違いする人いるのよ、うん、うんうんうん、で例えば自分のばっかり見て、はい、すっげえ自分、うん、売れてるなみたいな、そうそうそう、読んでない、ネット界ですげえ、うん、私話題になってるよみたいな、報道されてると、うんうん、じゃないんだよな、そうそうそう、じゃないってことね、だよ、うん、さほど炎上もしてないんだけど、うん、私めっちゃ炎上してるわみたいな人も出てきちゃうわけ、うん、この世界しか見えなくなっちゃう、そう、うん、だから恐ろしいよね、逆に見ない方がいいのかな、うん、どういうこと、だから逆に見ちゃうと、うん、そうやって情報が肩になるわけでしょ、うん、だからもっとこう平らに見るのはやっぱり新聞ってことなの、まあそういうことになるな、新聞だな、じゃあ俺だからネットニュースとかのやつはサッカー見るじゃん俺、うん、すっげえサッカー多いもん俺、うん、ああ俺ネットニュースだからカープばっかりわかる、なんでカープのことばっかりだろう、巨人もやらなきゃソフトバンクみたいなと思う時のちょっとびっくりする、びっくりするっていうか、もう勘違いするのが、うん、カープめちゃめちゃ人気あるじゃんと思う、そう思っちゃう、ツイッターのトレンドいつも DNA 入ってんじゃんとか、あなたは、ね、自分がいつも検索してるから出てきちゃってるだけで、そうそうそう、まあ、ちょっとそれもね、もうちょっとまんべんなく見ないといけないってことね、我々が、もうだから AI とかがもうどんどん出てきたらもうやばいよね、やだね、まあ俺らが生きてるうちなのか、大谷はまあ生きてるだろうけどな、私生きてますあ、じゃあ池田こっち側なんだね、私もギリ生きてると思いますみんな生きてます、2050年ぐらいって考えたら今から27年後でしょ、うん、27年後、うん、俺ももうだから俺も80だから、うん、生きてますよ、ね、死んでるでしょ、やめてくださいよ、生きますよ、お前80、俺81、81、お前アウトだななんでだよ、俺セーフだろ、まだ81なんて全然お前アウトだろ、大丈夫大丈夫、全然ピンピンしてるよ、そうかな、フルマラソンやってるよこの子のいや恥にするんじゃないですか、なんでだよいや死にそうっすよね、教養落とし、まあ、言い方悪いな、申し訳ないけど恥にするんじゃないですかね意外と小峠の方が長生きしそうで、うん、ぽっくりいっちゃいそうだよな、なんか俺小峠は長生きだ、長生きしそうです、いやいや逆にあの、うん、野毛あたりでぶん殴られて死ぬ、ね、あ、事故でね、事故でな、あ、巻き込まれてね路上でなそれはあるかもしれない、そうかもしれないな、うん、そこまで見れるのかどうかっていうのはあるけどね、見たいね、うん、そういう面白い時代になってきてんだけどね、でも怖さもあるね、タイタのね、まあ、それは怖さもある、怖さの方があるよ、まだ信用できないもん、まだそこ、だからもうそこを下脱する人間もう一切そっち側の技術革新、うん、イノベーションを全く無視して生きていく人間になっていくか、うんうん、そこを全部取り入れて生きていく人間になっていくか、いやーだ結局一番住みいいのは都会だったりするようになるわけでしょ、でもそうだとしたら、あーまあそうとも言えないよね、うん、だ結局そうやって駅地下にいてなんかいろんな施設があって、うん、全部ね身近なところにいろんなものがある方が全てこう住みやすいというか、うん、利便性がいいんじゃないかってことになる、利便性だけじゃないでしょ住むとこって、でまあ環境もどうなのだって、でそう人多いとか、俺はあんま好きじゃねえけどな、うん、もう田舎育ちだから、うん、まあでもちょっと広めなところだったらどうなの？広めって何？だからその何？そのタウンがなんかあるじゃない？今あるじゃない？タウンごとにタウンって呼んでるの？町だからタウンってもなんかあるじゃない？町のことまタウンって呼んでるの？その大きな町じゃない、なんとかタウンみたいなのがあるじゃん。要するに住宅が何個かあるようなところ、ちょっとなんていうのかな、世帯数で言ったら。1000世帯もないぐらいのようなところって1個の、まあ1000世帯少なすぎるでしょ、で1000世帯ぐらいのところあるじゃん、ちょっとこう団地じゃないけど上がってたところに、そういうところの方が住みやすくなるんじゃないのかなと思って、うーん違う、
わかんない。ちょっとわかんない。タウンについて俺はわかんない。タウンが引っかかってちょっと、タウンが入ってこないですよ。入ってこないか。いやでも本当にこう、まあ俺ら50にもなってっからな、で今の10代のこととかはもうガラリと変わるから、面白いだろうね。だね。面白いと思うよ。一時止まってたじゃん、なんか。止まってた。これ一気にグワーって、インターネットがドワーってなって、SNS とかとんでもないスピードになってるもんね、今。で、YouTube なんか誰が想像した？いや、誰も想像しないでしょ。想像もしなかったね。それがお金になるっつうんだから。こんなもうテレビ、ラジオ、映画、それぐらいしかないと思ってたんだから。それが YouTube だ、なんか SNS で何、動画配信アプリだ、なんだって、ね、TikTok だってなってきてる。 TikTok すごいな、すごいことになってます。いやもうすごいよ、もう 別人類よ。俺らだってファミコンがさ、ファミコンがスーファミになった時にやっぱり来たぜと思ってたあんそうですね、すごいと思いましたよね、スーファミ、知らない。知らないだろ。ファミコンもどういう形かすらもちょっと想像できないかもしれない。分からないでしょ。分からないです。スーファミ分かんないね。グレーの、スーファミ知らない。グレーとな、濃いめのグレーのツートンですよ。どう違うんですか。スーパーになったのよ。スーパー、何がスーパーになったんですか。画面から何か、そう、画面綺麗にで、コンティニューもできるようになったんだよな。手の自分入れなくてもね。じゃあ一番最初のやつはもう終えたらまた最初から戻っちゃうってことですか。一番最初そうよ。最悪。ちょっと引っ張ったらすぐあのリセットになる。そんなん頑張った甲斐が。ドラクエとかコンティニューの、あの呪文があったのよ。文字がバーって出てくるの。はい、文字が出てきて、それを紙に書いて置いといて、次の続きにそこにパスワードっていうかキーワード入れたら、そこの続きからできるっていう。わざわざ。わざわざよ。大変。その時に俺ら熱狂してたんだから、ね、そうなんですか。へえ。64とか出た時なんてな。64もすごかったね。64って何ですか。初めて聞きました。64だよ。64初めて。任天堂64、知らない、初めて聞きました今日。64でも64ちょっと短かったかもしれないですね。何それ。まあね、まあな、ディスクシステムなんか出た時。ああディスクね。ディスクシステムなんかもうちっちゃいな、あのディスクでゲームできるなんて言ったら、今まで持ってたものがね、バカらしかったもんな、カセットが。それが今もうオンラインだぜ。いや、何にもダウンロードだぜ。ゲーム何にもいらないもんね。ゴミが出ないね。そうですね、確かにゴミが出ない。ゴミは出ないです。俺もだからスプラトゥーンの買った時も、一応このパッケージがでかいのあるのよ、ちゃんと中開けたら、なんだろうな、本当にちっちゃいソフトが、ちっちゃいソフトだってピンとあるから、なんでこのパッケージが必要なのかなと思って。ほんと3センチ3センチぐらいのチップしかないの。そうよ、初めて見てもなんじゃこりゃと思ったの。偽物かと思ったか。偽物かと思ったよ俺。バタも捕まされたと思った。でもう、もうそこまで進化していくからな。それもなくなるわけでしょ、だからそのうち、そういうもんが。もう昔のだからな、ブロック寿司とかな、インベーダーとかな、すごかったよ。ブロック寿司、ブロック寿司知らない。ブロック寿司、今の子供たち、それこそスプラトゥーンとかさ、ネット対戦してるわけじゃん。でいろんなのやってるわけじゃん、ネットゲームとかさ、わかんない、マイクラなのかなんかわかんないけど、荒野行動なんか知らんけどさ、もう人でやってるわけじゃん。はい、俺らブロック寿司だぜ。そう、卓上のから始まって、卓上。卓上のってなんか喫茶店とかにあるよ。そうよ。そこに回すハンドルだけだぜ。でこういう横にある棒を回して動かしてるだけだぜ。そうよ。これを。何が楽しいですか。楽しかったそれ。いやまあ面白かったよ。何が楽しかったのかな。ブロック崩して。謎すぎ。本当だぜ。でもあれみんな熱狂してたのな。熱狂してたよ。ブロックを崩して上の方抜ければな。そう、角から入れてるのね。角から入れたら入ってきた。そう。して、上からなくなってくるのよ。それずっとやってんですよ。100円玉積んでな。100円もかかんの？100円積んでたんだよ。
飽きちゃうな。積んでるやつ見て、あああいつ10枚以上積んでるからなかなかやめないなっつって他の切っちゃってんねんから。だからボールが速くなるからさ、球が速くなってくるじゃん、どんどん、ね、だからミスするようになるんだよね。ミスそう、球がもうであれこう、うん、何棒が短くなるね。あと最初なんかなんねえよ。あそうか、最初はなんない。それもう次のやつ、それはそうだな、うん、最初のタダやって言うだけよ。球が速くなる、とんでもないスピードなんだよ。上にバーって入れると、うん、落ちてくるとさーってスピードになるんだよ。それさっとこういかないと。そういうこと。今も無料とかでありますよね、そういうゲーム。分かった、ブロック崩し、理解しました。あ、今もう無料ですよそれ。無料ぼっちゃって必ず無料でできますもんね。ブロック崩し一番最初のやつって画面が白黒だから、白黒、画面にビニールテープ貼ってたんだ。そう、セロハンみたいな。何のために色が黄色っぽいやつ、赤っぽいやつみたいな貼って、ね、なんとなく白黒の画面が、下はなんかカラーっぽく見せたいっていうこと。違う、色が要するに下が赤っぽいのかな、もう、うん、要注意みたいな。要注意、うん、しかもビニールテープで段階分かれてるわけよ、うん、2段ずつぐらいにビニールテープみたいなの貼って、薄いな、そうそう、でそれで色変えてたの。横から見たら白くなんだよ。そうだ。ああ、いや、そこから今とんでもねえじゃん。あれ、たかが50年で。たかが、あれだ、40年ぐらい。45年ぐらい。45年。すげえ話だよ。すごいよ。で、大谷とかもだから、そうやって言われるんだぜ。言われるのかな。あなたたちも言って、そうやってまた若い子たちに、うん、へー初めて聞いたって言われるんだよ。何が面白いんですかって言われてるんだから、TikTok とかちょっと何ですかそれ初めて聞いたって言われるようになるんだから。結局なんだよな、うん、怖いな。もう恐ろしいもんだよね。いいよ、うん、じゃあちょっと今日1曲目は小峠さんですね。あ、僕ですか。あら、うん、小峠の曲、はあ、リクエストお願いします。はい、オールディックフォギーで、シラフのうちに。極楽とんぼ加藤浩次です。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってまーす。東京都板橋区の芝浦セブンさんからですね。ヤルドの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近西野美希さんの SNS を見る機会がよくあるのですが、旦那様の異常な食生活に驚いています。朝からとんかつ1枚にメンチカツやハムカツなどの揚げ物を食べ、家のどこかには必ず袋菓子を隠し持っていて、ゴミ箱には食べた後の菓子パンの袋が何個も捨てある光景が報告されていました。また日頃の食生活を自分自身で発信することは少なかったのですが、うん、なぜこんなに豚なのか、これでよく分かりました。加藤さん、こんな相方で大丈夫なんですか。早死にしますよ。これやっぱ早死にするっていうやっぱお便り来てますね。なんでそれは1つ目で呼ばないといけないんですよ。別に、うん、なぜ豚なのか、たまたまだよ、それ。そういう日もあったっていうことで、ね、うん、朝からとんかつ、朝からとんかつも、まあちょっと事情があったんです。まあ前日に買ってたものが、あまりにも買いすぎて、次の日に繰り越しになったんで、次の日の朝がとんかつになったっていうだけです。だから2日連続とんかつを食ってるだけの話です。すげえな。だから何が中学生だよ。いや、本当そういうわけですね。すごいですね。すごいですね。俺高校の時でもう朝からとんかつ食えてなかったもん。無理。俺中学の時とかは前の日お母さんが作ったやつが残ったやつとかでチンしてくれ、うん、チンっていうか温めてくれて、うん、とんかつとライスと味噌汁みたいなのがあったような気がする、うん、それ食えてた俺中学は、うん、全然食えてた。50過ぎてそれできてるってすげえと思うよ。とんかつだけではないよ。とんかつとハムカツとメンチとコロッケ。朝から、朝。おー、すごいな、それ。1枚ずつあったから、2枚ずつ買っちゃったのよ、前日にね。すごい。食べるのかなと思ったら、私こんなに食べないよって言って、うん、でも食べろよって言ったら、コロッケ半分ぐらいしか食べなかったから、うん、前日、まあ、オールワン食べたでしょ。でもまあ何オールワンってだ、1枚ずつ2枚ずつ買っちゃったから、うん、1個ずつ買っちゃった。で次の日、うん、そのままちょいちょいお前英語入れてくるの。今日すごいですよ、オールワンとかアップスダウン、
アップスダウンって意味わかんないこと言ってちょいちょいどうしたのお前なんか。いや別に何か何にもないよ昔からだよ。いや昔そんなこと言ってなかったよ。若ぶってんじゃないですか、結婚して。だからオールワン食べたから。若ぶってんのか。何？若ぶってんのか。ちょっと英語使うの若ぶってはない。そういうわけじゃない。若ぶってんじゃないの。違う違う。だから。オールワンって言われても全然わかんない。一個ずつ。で一枚ずつ食べたって二枚買ったうちの一枚ずつ全部食べて。そう。一枚ずつ買ったの。オールワンは言わないですよね。言わない。詰めて一つ取るわ。いや今の。でも意味は分かるでしょ、オールワンって言ったら。いや、今の流れでやっぱオールワンって言わないです。使わないです。意外だね、逆に言わないっていう方が。すべてが一つってことだろ、それ。うん。だから、すべて一つ。オールワン。オールワンが残ってたから、で、次の日も、朝、もうそれしかないっていうか、あ、もうそれを先に食べちゃうと。最初は、だからできるのがすごいカツが、ま、前の日だからオールワン行ったわけだろ前の日、ね、5種類何前の昼にやったのよえだからとんかつとんかつとハムカツとハムカツとメンチとコロッケコロッケ4種類そうそうこれはだからね、うん、4個目に買ったわけだなそう4個じゃないの普段何回も行っても空いてなかった、うん、まあ、惣菜屋さんだったの、うん、空いてなかったりもう本日終わりですみたいなのがあって、うん、あ人気店なのね人気店なの、うん、で一回も買うことがなくて、うん、でたまたまその昼ぐらいの時に通ったら空いてて6人ぐらい並んでたからやった空いてると思ってバッと行ってそこ並んで、うん、そうだからオール2行ったのよオール2ね。オール2。だから2枚ずつっていう、うん、2個ずつっていう。4種類を2個ずつ買ったのね。4種類2個ずつ買ったの。うん、もう説明するのめんどくさいから、それ言ってくんねえかな。2個ずつ買ったんだよ。で、そのまま帰って昼飯を食べようと思って、うん、オール2買ってきたから、うん、今日はオール1ずつ行こうぜ、みたいな話をしたら、うん、私はちょっとしかいらないって言って、コロッケ半分ぐらいしか食わなかったから。嬉しいのかな？そうそう。だから俺はそれを食って、まあ、オールは残った状態よ、うん、オールは残ってないじゃんコロッケ半分しか残ってないじゃんでだから俺がその前の日にオールランだコロッケ半分は向こうにが行って、うん、あとは俺がオールラン行ったわけよそうだろだからオールラン残ったでしょ残りはオールランじゃないでしょコロッケ半分行ってんだから違うコロッケも2行ってるから2行ってるからあなた1個食ってるじゃないのじゃじゃだから半分よ前日は半分こしたんですねコロッケだけはああそうだ半分こしたのねオールランが全部ハーフしたのねハーフしたのそうそうそうハーフじゃんコロッケだけハーフだったコロッケはハーフで次の日じゃオールワン行ってないじゃんその日だからオールワンじゃそうコロッケだけハーフだよコロッケハーフうんであとはオールワン行ってるからいやいやオールワンじゃねえよコロッケハーフだよメンチとハムカツとカツは食ったってことそれは残っててそしたらもうオールワン残ってるわけだねオールワンそうそうその段階でなほんでだから次の日の朝になってで、じゃあどうしようかなと思って、カツとじしようかと思ったの。卵とじな。卵とじに。でもそうしたら、他の。エッグコーティングな。エッグコーティング。お前もエッグちょいちょい使い出したけど、エッグコーティングにしようと思ったんだけど、でもそしたら他のものまでエッグコーティングしたら、もう、何卵もなんか3つも4つも使わないといけなくなっちゃうから。もう大量になりすぎるなと思って、うん、もうちょっとだからエッグがオールワンいることになるもんなエッグがね、うん、エッグがオールワンで4になるかもしれないでしょ、うんうん、全部そうなるとあれだから、うん、まあもう勝つだけでいっちゃおうと思って、うん、でもうその日は閉じないでね閉じないで全部いったっていうのは朝からそれいけるのがすごいっつってんだから、うん、いけないのかな俺無理俺絶対無理だけどねそれ9時ぐらいに食べたんです朝、うん、その日夜まで何もいりませんでしたさすがにああ朝からでもそんな腹いっぱい食べるってことですよねそうあそれはすごいでもライスもあるわけでしょライスもあります味噌汁もあるでしょ味噌汁もありますようん、うん、であとちょっとしたサラダうん、うん、普段はどうしてんの朝飯はいや普段もこれ、うん分担制で分担制っていうかなんか食べたい方が作るからじゃあなんかもう一個作ろうかみたいなそんな感じ。うん、だからどんな食べてるの？普段は前日の残りのものもあったり、あとはその日になんか朝から作ったりするよ。じゃあ何例えば？例えば朝から揚げみたいな厚揚げ。厚揚げ？厚揚げがあるじゃない。おお買ってきたやつ？買ってきたやつ。うん、厚揚げを半分にして、うん、そこにチーズをチェダーチーズと
モッツァレラチーズのそれを乗っけて、これを上で締めて、あのそこに、豚バラをぐるぐる巻きにしたやつを、朝からハーフにして、めちゃくちゃそれをぐるぐるぐる巻いたやつを、まあちょっと醤油みりん砂糖しょね、あのお酒みたいなので、こうちょっと甘辛にちょっとすごいで、ライスとで、ライスと、うん、あとはもうキャベツの千切りに、そうだね、オリーブオイルにちょっと塩だけかけてとか、じゃあ最高感、結構美味しそう、美味しそうでしょ、はい、ライスいっぱい、ライスが制限されんのよ、あ、俺ガツッといこうと思うんだけど、 これぐらいにしといた方がいいんじゃない、ちょっと少なめになるから、ちょっと腹減ったままになる、でイライラするんだろ、イライラするんだろ、イライラしない、であとはなんか人参のキャロッペみたいなのとか、そういうのをだ、まあ、作り置きしてあるやつとちょっとこと食べる、うん、なんで人参のことキャロットって言わなかったの、キャロッペってキャロッペ何キャロッペって、キャロットのキャロッペって言ったらよくわかんないでしょ、人参のキャロッペみたいなのがあるキャロッペ、ラペのことですか、ラペ、はい、キャロッペ、ラペ、キャロットのラペってことですか、キャロッペのラペってのキャロットのラペ、何ラペって、なんか細く切った人参をのコールスローみたいな感じでしょ、うん、コールスローではないんですけど、人参をね、オリーブオイルと、うん、そうそうそう、なんか塩コショウとかで味付けしてレーズン入れたりするやつですね、うん、ラペのことキャロッペって呼んでるの、キャロッペ、ラペ、キャロットラペ、キャロッペ、キャロッペ、千切り人参でしょ、千切り人参、そう、うん、だけどこうそれキャロッペって言ってるんですか、キャロッペ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 、キャロットラペ、ああキャロットラペっていうことなのかな、うん、そうそう、分かんない急にキャロッペとか言われても、うん、キャロッペ、俺ら分かんないから、そういうのがあるんだよ、だからそれを食べたりとか、うん、そんなで、ライスは一杯にさせられる、ライスは一杯ですよ、それでも食いすぎだけど、うん、ね、そう、何食べてる、じゃあ逆に飲み込んだこれで、だから、あ、そう、あなたはだってすっきり前はなんかあれでしょ、味噌汁とおにぎりだけ、ああ、それは最近でしょ、うん、その前まではだって甘いコーヒーと、うん、甘いパン1個だけで菓子パンで、うんうん、体一回 おかしくなったでしょ、なんかそう、おかしくなった、十何年続けて体おかしくしたおかしくなったおかしくなったそれで同僚みたいになってたそうだよ、数値が上がってたんそれから帰って薬で復活したけどなよかった、うん、だから俺はそうだから今はそんな感じ、でも俺は食ってもなんか向こうだけは食べない時があるんだよ、その、うん、ヨーグルトとナッツだけとか、うん、わ、偉い、偉い、偉いです、ちゃんと気使っていいんです、ね、そんなばっかりよ、ヨーグルトとナッツと、うん、それこそキャロッペ、キャロッパ、うん、ラペね、ラペラペみたいだけど、キャロはパワーもう違うでしょ俺もうすうす感づいてよ、キャロッパワー違う、キャロッパワーなんか出てきてなかったじゃないですか、パワーないっすね、急に出したよね、キャロットラペはとかで終わらせたりしてるから、うん、そう、食生活どうで、一晩飯はガチ食うの、晩飯を少なくするの、まあ少なめにしてるよ、少なめっていうか、少なめだったらいいね、そうそうそう、うん、まあ鶏、俺だって晩飯がっつりいっちゃうから、酒飲みながら、あ、酒飲みながらつまんでっていうのは結構いっちゃうから、ああ、うん、だから朝全然食いたくないの、まあ、なるほどな、うん、でまあ10時ぐらいに終わるわけでしょ、長くても、何が、酒飲み、夜飯、うん、酒飲み、うん、俺12時ぐらいまで行くよ結構朝5時に起きてんな、うん、すごいですね、むくみませんかむくんでるでしょ、まあ、むくんでるわな、俺むくんでない時の方が少ないでしょ、おはようございますって言ってる時、むくんでる時の方が多いから、世の中の人俺のむくんでない顔知らないと思うあーそうか、うん、毎朝むくんでるから、そう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 、ああだからもう俺本当にスッキリとか終わって朝起きて健康的な生活になった時に俺気づかれないと思うよ、全然むくんでないから、うん、そうなんだ、大体むくんでっから、そう、朝出てるから、うん、朝のもうスッキリの加藤浩次の顔をみんなイメージしてるから、うん、こうやって今髪下ろしてるだけで、うん、マスクしてたら誰か気づかれないの、全然気づかれないね俺、そうなの、うん、ああ加藤さんだったって言われるんだよ、へえ、うん、これだけで、俺らもうこれが当たり前なんだよ、うん、もう全然ない、なんで今日山本さんしかいないのみたいに言われるの、へえ、俺横にいるのに
へえ、うん、あ、そんなわかんないですか。全然、だからこのマスクして今下ろしてるでしょ、この状況だったら、うん、でも白髪も出てきてんじゃんこれ、うん、っていうのはなんかイメージないんだよね全然で、スーツも着てないから、あ、そう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 、強いですね、うん、で、喋ってる声で、あれ加藤さんじゃないですか気づかれるっていう。こうだからこういうラフなイメージないじゃない。ないないかも。うん、もうスーツのイメージだから。うん、いいよなそれ。いやいいよ。俺すげえラッキーだと思ってんの。いいですね。お前すぐ分かるもんな。俺すぐ。ハッピー来てっからね、いつも。坊主だからなと、うん、小峠も無理だろ、だから帽子取ったらすぐバレますね、うん、で帽子かぶってたら小峠は全然わかんないでしょ。いやバレますね帽子でもダメでもキャップだったらバレないだろ。いやあのキャップがバレるんですよ。なんで、ね、あのつばがもうちょっと深くかぶされかぶれるぐらいだったら、うん、目隠しになるぐらいだったら、うん、バレないですけど、うん、キャップじゃないな、僕キャスケットかぶるんですけど、うん、キャスケットはバレない、バレにくいですね、目元までやったら。ああで、あとイメージないもんね、キャスケットないから。カツレですればいいんだよ、だから。うん、ズラが一番バレない、ね、一番バレない、バレないですね、一番バレない、ね、カツラをちゃんとしてたら、ズラが一番バレないですね、うん、あ、ズラとメガネでもうバレないと思う、うん、で、バレた時恥ずかしいですよねこいつここまでしてバレるんだっていう。もう言い張るしかない。違うって言い張るしかないよね。そうだね。まあまあそうか。いやでも違うの声ももう、うん、あ、明らかに。どうでしょうって。よく言われるんだけど、うん、違うっていう。それはもう恥ずかしすぎるでしょ、バレるの。恥ずかしいですよね。ズラでバレたら恥ずかしいな。いやでもまあそんだけの食生活気をつけてくださいよ。はい、うん、行きましょう、うん。続いて、山形県ラジオネーム白鳥。土曜日の皆さんこんばんは。今日が2022年最後の放送ですね。確かに、そういうことになるね、うん、1年間楽しんでいただきましてありがとうございます、うん、僕は、今年を振り返った時に一番飲んだ飲み物は缶コーヒーのボスのカフェオレです。そこで皆さんにお聞きしたいのは今年の一番です。一番食べたものや一番聞いた音楽、一番時間を使った趣味や一番見たテレビ番組などなど、ヤルドメンバーの皆さんの何かしらの一番をお聞かせください。この1年一番何々をした、一番何したかな今年でしょう。まあ、俺日々飲んでるもんって決まってくるでしょ。ああ、うん、でそれはおのずと一番が簡単に出るでしょ。ああ、うん、一番ね、今年の一番、うん、一番飲んだもん俺もう炭酸だね、うん、炭酸、ああ今日も炭酸、だ炭酸しかないんだ俺。あ、そうだ、今日のあれなんだけど俺サントリーのあの炭酸、あのレモンちょっと入ってるやつ。ああ、うん、あれもう箱買いしてっから家で。おいしいな。俺も箱買いはしてるけどサントリーじゃないもんな。炭酸も炭酸今飲む今飲んでる俺でも水かな、ほんと今年一番水飲んでるわ。そんなわけねえだろ、うん、いやそんなわけないですよ、ね、それ例年通りですよ。いやあれね違う、俺ね水をね夏の段階から変えたの。今までそこまで水飲んでなくて、うん、お茶とブラックコーヒーが多かったのよ。ブロッコリーでブラックが多かったの、緑茶とブラックみたいなのが、うん、で水あんまり飲んでなくて、でよく足をつるなってなったの。野球やっててもハムストリング軽くちょっとやったりみたいな。でいやそれ山さん水が足りないんじゃない。ハムストリングってケツの、ケツの方もそこまでつるってこと。ふくらはぎじゃなくて、ふくらはぎもそうだし、うん、で寝ててもちょっとつったりすることもあって、おるおるおる。でそんなこと言ったらこれ絶対で全体的に多分体に水が足りてないんですよって言われて、まあ、水分不足で通じるからな。そうそう、脱水とかで。で俺そっから水を本当夏入る前ぐらいから結構飲むようになったの、うん、1日2リットル3リットル近く。そしたらそのわずかもう2週間目で全然つらなくなったの。へー、完全に水分不足だったんだな。そうそうそう、それだなと思って水をさらに飲むようになった。水か、水などこの水、
水道水、水道水じゃなくて俺は飲んでたのはあの鹿児島の鉄管の水って鉄管の水、うん、あの20リッターみたいな、うん、あれを飲むようになった、うん、あまあまあもともといろいろそれ飲んでたんだけど、うん、さらに飲むようになったってこと。そしたら一切つらなくなっちゃった。あ、水なんだと思ったね。うん、俺だからそれが、そうそう1年間結構飲んだね。ね、女子何飲んでるの？私はスタバのチャイティーラテ、アイス、氷少なめ、ミルク多めです。俺今度注文してみよう。俺人のスタバの注文をいろいろ聞いて、その人が何をいろいろやってるかを試してるのよ。カスタムを。ああ、覚えてねえだろ。え？覚えてねえだろ。いやだからなんかダブル抹茶、ティーラテのさらに抹茶追加に、ワンショット入れてください。ああ、ちょっと苦味がね。美味しそう。コーヒー追加ね。コーヒー追加みたいなの聞いて、はい、いいですね、何それうまそうじゃんつって、うん、やったらうまかった。やってみてくださいよ。チャイティーラテって何？はミルクティーみたいな感じなんですけど、うん、チャイのスパイスが入ってて、うん、ちょっと甘い系のやつで、で豆乳変更するとよりまろやかになって美味しいですよ。うん、チャイってことじゃあコーヒー入ってないってこと？入ってないんです。コーヒー飲めないの私。スタバ行ってるな。これどっかどっか行けばチャイチャイうまいとこあるんじゃないの？スタバじゃなくて。まあでもスタバだとモバイルオーダーしてもう。家でモバイルオーダーしてで取るだけで、うん、もう仕事現場にすぐ行けるんでもうパッパッパッみたいな感じで。おお、予約しといてな。はい、楽なのでもう毎日飲んでます。じゃあ毎日5、600円かけてるってこと？はい。結構かけんな。結構かけてます多分、うん、スタバに。ちょっとあと確実にそのオーダーの紙をちょうだい。ガチ嬉しい、うん、はい、ちょっとやってみるわ。今それ何杯飲んでる？え、でも1日1杯でもグランデにしてるんで結構大きいです。グランデでかいね。はい、なのでまあカロリーは400ぐらい。え、1日1杯間違いなく飲むの？あ、飲みますよ。 365？ え、365は分かんないですけど、でももうほぼ300ぐらいいってる？いってると思います。もうカードはもうずっと入金がされたまま、うん、どんどん継ぎ足し継ぎ足して。入金はあなたがするんだもんね。あ、自分で300いってるってすげえな、はい、多分300ぐらいいくと思います、うん、本当によく飽きない。違うの飲みたくなんない、たまにダブル抹茶ティーラテ飲みますけど、うん、最近はもうチャイティーラテ。コーヒー飲んでみれば。いや、いい、コーヒー嫌です。コーヒーショップ行っててコーヒー嫌です。すごい嫌、ちょっとあんま好きじゃないから。いいけど、私今年カモミールティーめっちゃ飲んでましたね。あ、自分で入れて家で、うん、なんか去年ハマってたんですよ。ちょっとなんかそのハーブティーにハマってて、でそのカモミールティー美味しいなと思ってすごいでかい箱で買ったんですよ、うん、そしてでかい箱で買った後自分の中でのハーブティーブームが過ぎ去ったんですよ、うん、で家の台所ちょっと整理しなきゃなとか思っていろいろ物を捨てたりしてたんですけど、うん、そのでかいカモミールティーの大容量のやつが出てきて、うん、これさすがに捨てるのはダメだろうと思って、うん、とにかくこれを処分しなきゃいけないと思って、うん、もう1日3杯ぐらい飲んでました、カモミールティー。処分のためにね。処分のためにもう飲みたくねえよって思いながらもう、でも苦行だな。はい、苦行だろ。飲みたくねえ、本当に辛いっす。入れて捨てればいいんだよ。もったいない、もったいない、それはもったいない。だったらそのまま捨てない。だから一応もう捨てることはさすがに未開封だし、うん、と思って、うん、もう喉渇いて麦茶飲みたい。ため買いしちゃうの？ため買いしちゃうんだ。その時はもうこのお茶めっちゃうまい、うん、もう毎日飲むと思って買ったんですけど、その前に買ってた小さい方の箱でこと足りたんですよ、うん、でブームが終わったんですよ。冷めちゃったんだよな。冷めちゃったんですよ、大箱にたどり着く前に。もったいねえな。丸々残ってたの。カモミルティめっちゃ嫌いになりました。嫌いになっちゃった。処分するためにね。処分のために飲んで。小峠は？僕これシャンパン飲んだかもしれないですね。シャンパン一番、ね、おしゃれてる。いや、僕は特別そのシャンパン好きではないんですけど、うん、その革ジャンの先輩がいて、その人がすごくシャンパン好きで、その人が飲むとね、大体シャンパン頼むんですよね。だから3日ぐらい前も
なんかシャンパンしか飲まない人だろ。シャンパンしか飲まない人なんですよ、うん、あの人だろ。あの人です、うん、あの呼ばれて共通の人がいるんですよ。俺と同じ年のシャンパン先輩がいるシャンパン先輩がいるんですよ、うん、で夜中あの呼ばれて行ったら、うん、もうシャンパン飲んでて、でバーのカウンターに登って踊ろうとしてたら女店主にブチ切れられてましたね、うん、降りなさいっつって。あそこの店か。あそこの店です。うん。だからそうっすね。付き合いで飲んでるってこと？でもあれシャンパンってずーっと飲める？いや俺も飲めないんすよね。飲めないの。途中でハイボールとか変えたいよね。うん。あの人なんかずーっと飲むんですよね。で結構度数アルコール度数高いから、うん、酔っ払うんだよあれ。え酔っ払いますよね。うん。うん、炭酸だからグビグビいけんだけど、うんうんうん、俺と15度ぐらいあるよな、15度ぐらいのあんだよ、ワイって一緒ぐらい、うん、そう、で、それ次の日きつくない？シャンパンの二日酔いとか。あーでも酒残るようになりましたね、うん、なんか昔に比べて、うん、うん、いやもうそこだからあの人に付き合う必要ないんだよどの人かがな知りたくなるな。いやなんかいるんですよ、そういうなんか川ちゃんの川ちゃんの先輩がな、いるんですよ。なんか、うん、カラオケ行ったらあのカラオケのモニターあるじゃないですか、うん、あれ勝手に外してあの背中に背負って歌ったりとかするの。どういうことだよ。で店員さんに注意されたり、まあ、注意されて出てけだろ注意っていうの出なさいでしょ。いやむちゃくちゃカラオケ行ってことでモニターぶっ壊したこともあるからね。どういうことだ。その20年ぐらい前。ああいやいや、やりますよ、ね、20年以上前だな、うん、22、3年前かな、うん、いやまあ、うん、それぐらいそういう人なんだよ。そういう人がいるんだよ。そういう人がいるんだな。この間その人の、地元を歩いてたら、うん、なんかあの その友達がなんかその近くのマンションのなんか3階ぐらいに住んでるっつって、うん、でその道路の1階から「うん、落合出てこい！」っつって、うん、大人がその友達呼ばないでしょ、その大声出して。そうだな。3階の友達。53。おじさん、52歳です、53歳です。53で。今、電話するじゃないですか、電話なり、今下にいるって。地声で、うん、3階の人に、落合、出てこいです。いや、出てこないですよ、つる、うん。3階からガラガラガラって出てきたんで、おじさんが、呼んでおじさんが出てきた。だから、うん、小2から変わってるんですよ。小2の時から「おちゃーい!」って言ってたそうそうそう大人になっても仕事だから52歳が落ち合えばよく聞こえたな、うん、すげえいいじゃん変わってねえんだもん小2から本当にね変わんないんだよな、うん、面白い人なんかいるんですよ地元で俺地元母さん飲み行こうよって言われて「いいよ」って一緒に行ったら、うん、ほとんど出禁だったんですいやそうですよね、お客様ちょっとって何だよ何でダメなんだよってお客様ちょっとって言って母さん違う店行こうって言って行ったらそこでも入り口で「あすいませんお客様ちょっと」って落ち合いちしかないじゃねえか行ける店ねえじゃねえかそうなんですよその人、うん、あの古着屋っていうかお店をやってるんですけど、うん、その隣に飲み屋があって、うん、そこもできんですかね隣って隣のね、うん、あるんですよなんかバーそんなんできたんだ、うんうん、そこもできになってますねできたらすぐできになったんだろうな、うん、じゃあ普通なんないですよね自分ちの隣のお店できになんないんじゃないかなできになってんすよ、ね、来年ちょっと連絡してみようかな、うん、いや会いたがってましたよ、うん、いやマジで、うん、会いたがってましたじゃあ夜飲めるようになったりしてだいたい出ますよお前もできになると加藤さんじゃ続いていきますか。はい、続いて、宇都宮市はラジオネーム人生引き分け組。あっぱれだよ、皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さんは何度見てもジーンとするというか、うるっと来てしまうシーンはありませんか？なんだそれ。僕は、本当に最近の話になってしまいますが、ワールドカップの日本スペイン戦で勝利が決まって、三笘選手と田中碧選手がピッチに寝っ転がって抱き合っているシーンを何度見ても目頭が熱くなって、ねうん、確かにねしまいますこれは劇的なシーンでもありませんが加藤さんの、うん、
スッキリでやっている、はい、ダンスワンプロジェクトで、はいはい、高校生たちが生き生きとダンスをしているシーンも、うん、何度見てもうるっとしてしまいます。すげえわかんない。ここ最近若い子たちが一生懸命演じる集団パフォーマンスが涙腺のスイッチになってしまいましたという。なんだろうねと思うんだけどね。何度見てもジーンとする。なんかうるっと来てしまうものあります。ダンスワンプロジェクトって高校生たちが踊るのね。別に優勝とかも決めないわけ。で自分らでビデオ撮って送ってもらうってやつなんだけど、もともとコロナだから、大会が中止になってたじゃない、ダンスの大会とか、ね、だからなんかこう番組でできることないかっつって自分らで学校であのビデオに収めた踊りとかを送ってもらって、最後みんなでね、最後全員そのあかねさんってダンスの先生いるんだけど、そのあかねさんが全部編集して全部の高校をちょっとでも入れて完成品を作るっていう、でそういう、まあコロナがあったからそれできたんだけど、あれ不思議だな。だから損得抜きで一生懸命やってるって、やっぱグッとくるんだよね。学生がね、甲子園もそうなんですよね。甲子園もそうなんだよな。そうなんですよ、お金もらえないのにこんなに頑張ってるって思うと、すごいですよね。あれ何なのかなと思うんだけど、一時から急になんかなったな、誰もが持ってるもんなんだろうね、その誰も損得なく頑張ってるっていう、で得を考えたらあれじゃない、やっぱ自分の子供じゃない、子供の年齢にも合わさってそういう気持ちがどんどん芽生えてくるんじゃない。いやそれはない、そういうことではないの。それじゃないんだよ、子供関係ないんだよ、子供は子供の成長よ子供は子供の成長、全然違いました、全然違った、そうだよって、そうなんだよなを期待して投げたんだけど、簡単に違うで打ち返されたから、子供の成長とはまた違うのよ。なんか今ボールを取りに行ってる感じで、俺今左中間あたりに打たれたって一人で。大体今みたいな感じだと、そうなんだよ。だよだよね。共感になりますけどね。全然違いました、ね。全然違うか。だって池田は子供いないでしょ。子供いないけどその感覚はすごくありますよ。ないですか。だからいるんじゃないの、だから老いとか姪とかそういうのは。あ、いますけど、その子たちが生まれる前からその感覚はありました。そうじゃないよね。違います、違います。違う、違う、違いますよ。全然違いますね。おかしいね。全く。そういうことじゃない。周りに子供がいてっていうことじゃない。ルイセンが弱くなったとかじゃないのよ。そういうことじゃないのよ。なんだろうな。もう何も得るもん、得るものがあるんだけど、あの金銭的なもんじゃないっていうか、打算が一切ない人らの頑張ってる姿って、やっぱりなんかもうグッときちゃうんだよね。じゃあワールドカップもね、実際にまあお金はもらえるのよ、金もらえてる人たちばっかりじゃん。でも選手たちは国のために大した金じゃないの、日本代表だって言ったら大した金じゃないわけよ、その選手たちのもらってる年俸に比べたらさ、それでも一生懸命やるから、だからグッとくるのかなと思う。それだから今回ワールドカップの日本を見てるからでしょ。いや俺決勝もなったよ、全然違いましたね。なんで俺違うのかな。いや俺も決勝は見たよ。あれはメッシとかやっぱグッとくるでしょ。いやグッとくるし、俺はそれよりも年俸も100億とかの人よ、見たよね、みんなね、メッシとか、エンバペも180億とかでしょ。160とかそんなんでしょ。うん、そんな160億も180億も年間もらってんのに、スポンサー入れたら180とかいくわけだよ。まだ蹴りたいかね。蹴りたい。 PK も2回手上げて自分が蹴ってんじゃん、誰かにやらしてあげたらいいじゃん。あ、もう目線が違うわ。だってもう自分が、もう違うわ、話したくないわ。お前行けよってなんないのかな。勝つためでしょ、フランスが連覇するために。いやいや、まあそうなんだけど。で、そんだけ年俸もらってる人が、ナショナルチームでもらう額なんか全然少ないわけよ。まあフランス代表でもらう金が。でもあそこまで頑張る。メッシだってクラブチームでほとんどディフェンスとかなんかしないのに、決勝とかしてたから。やってたね。やってた。と思って。まあなんか、なんだこれっていう感じになっちゃうわけよ、それ。でも損得じゃないんだよな。国のためとかアルゼンチンのためとか、そういう感情なんだろうな、
グッとくるって。グッとくるのね。だから、うん、スポーツはいいっていう話でしょ。いやまとめざっくりすぎるだろ。スポーツはいいねって話でしょ。弱さ弱さ、まあ、弱さ。小峠あんのかもしれない。いや俺もね今ね考えてたんですけどね、ないだろうかね、ってことは、これで絶対泣くみたいなのはないですね、ないな、特に、うん、でも本当に最近興奮したのは、うん、そのワールドカップを僕それ初めて見たんですよね、おお、うん、人生で人生で、いやこんだけ日本はしゃいでんだったら一回見てみようと思って、何で見たの、スペインクロアチア？あれ負けた試合？負けた試合です。ああじゃあ、うん、あ、じゃあ T シャツ並みだな。うん、ああそう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 。PK まで行ったやつね。PK まで行ったやつ。やっぱサッカーなんか見ないですけど、うん、やっぱうわーとか声出ちゃいますね。出る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 。一人で見てたんですよ、うん、夜中に、うん、うわーって出た後にうわーって自分でもびっくりしました。うん、もう声出るんだと思って。なったことないわけだもんね。あないですないですないです。人生でね。ないないない初めてだったから。おでも面白かったですよ。やっぱ面白いんだなと思って。でも次見たいと思った。ああそうですね、うん。また4年後あるわけですよね。あるある。もう3年半後よ次は。あ3年半後にあるのか、うん。夏だから。まあまあまたなんか、うん、特別干してはないですけど、うん、またやってたら見そうな気がしますね。あ不思議だよな。なんか本当に俺今回のワールドカップ見てんでもサッカーって不思議だなと思った。一生懸命見たね俺今回。もう単純なスポーツじゃんもう、うん。ボールをゴールに入れるだけみたいな。うんでそれでテクノロジーが入ってきてさ、うん、で三笘の1ミリとかになるわけでしょ。いやあれも良かったんじゃないの、うん、あそこまで、うん、テクノロジーでいろいろやるっていうのが、うん、いや本当良かったよね、うん、いやこの取材で吉田麻也と会ったんだけど、うん、この三笘の1ミリの時に決めたの田中碧でしょ、うんうん、で VR になったわけじゃん、うん、VR になったでその時に田中碧が、うん、出てる出てるって言ってたいやまあ決めた田中はもう斜めから見てるから出てるもの出てるって思ってたみたいでそれで、うん、いいんってなんかってなって一番びっくりしたのは入れた田中碧だったんですよ、だからあの角度で俺もテレビで見てて、うん、斜めで見てたから、うん、あもう出てるわって、うん、もう VR 見たら絶対それ出てるわなと思って、うんね、インテルの時にってなったんだから、うん、それ上から見たら入ってるっていう、うん、面白いよねあれ、面白いだからそこでもさらに面白くなったかもね、うん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 、ああいうギリギリのラインっていうのね、うん、あとなんかこのスポーツ紙とかの人がなんか書いてたのかな、うん、あのやっぱりスター選手いるじゃない、うん、メッシとか、うん、エンバペとか、うん、あの辺がさ転ぶとやっぱこうスター選手パワーというか、うん、ひいきしてるわけじゃないのよ審判が、うんうんうん、ひいきしてるわけじゃないんだけどスター選手がメッシが倒れたらファールなんだと思ってピーッと吹いちゃうっていう、うんうんうん、それペナルティー入れないでそれやったらパーッと吹いちゃう、うん、VR やったらそれはシミュレーションなのか本当に当たってるのか分かるわけじゃない、うんうんうん、だからすごい公平になった、うん、だからアジアがここまで勝てたっていう、うん、ああなるほど、うん、アジアにしてもっていうことね、うん、やっぱりそこって人間だから、うんうんそういう感情って地味に働いてたんじゃないかっていうことを言ってる人がいて、なるほどなと思ったのそれ。ゼロではないね、人間の目だけでやってたらとかね、うんうん、そう感情あるもんだから人間だから、うんうんうん、そしたらやっぱ俺が審判でも飯転んだらピーッと吹いちゃうもんね、うん、まあねいやそうだなやることないんだけどね、まあ、審判をそういう気持ちがあるってことね、うん、そうか小峠もとうとうサッカー見出したかそうなんですでメッシを初めて見ましたこいつがメッシなんだろういやいや本当にだから耳にはしてましたよ、うん、メッシっていう名前、うんうん、見たことなかったんですよ、うんうん、どう思ったメッシ初めて見て短髪なんだねって思った結構横刈り込んでっから、ね、ああこんな感じな、うん、かっこいいっすねかっこいいかっこいい、うん、こいつがメッシかと思いましたよ、うんうん、エムバペはエムバペわかるあの分かります分かります、うん、あの人の人は俺知らなかったですね、うん、あ名前も聞いたことなかった名前も聞いたことなかったああそうかでもそういう意味ではメッシってすごいねすごいそうですね全く興味ない人間も知ってるわけだもんね、うんうん、だから本当にメッシと、うん、なんちゃらロナウドクリスチアーノ・ロナウド、うん
ぐらいは知ってます。しか知らないかもしれないですよね。クリスチャン・ロナウドは見たことある？ないですね。ない。まだ見たことないですね。あ、ワールドカップ出てたんだけどな。出てたね。あ、本当ですか。うん、ポルトガルで。あ、そうです。まだ見たことないですね。ちょっとこう、近いうちに見よう、それ。見れるタイミングだよね。見てみたいって、見ようと思ったらすぐ見れるんだよ、これ。何が見てみたいって。見ようと思ったら YouTube でも何でも見てみたい。見てくださいよ。以上ですか。はい。では、宛先お願いします。はい、メールの宛先は、やるどアットマーク、mbs1179.com までお願いします。また、番組ホームページのメールフォームでも送ることができるので、そちらもご利用ください。メールを読まれた方には、金の玉ステッカーと金の玉お守りをもらえるチャンスがありますので、皆様、どしどし送ってください。極楽とんぼ山本圭一です。MBS ラジオ、AM1179、FM906 から、あっぱれ、やってまーす。小峠、優しいのコーナー。優しさ、紙芝居、そして誰もが主人。私にさりげなく好きなキャラクターグッズをくれた小峠さん。小峠さんは本当に優しい。そんな優しい小峠さんのエピソードを送っていただき、紹介させていただきます。コーナーを始めると告知していませんでしたが、もう優しい小峠さんのエピソードが届いています。加藤さん、メールの紹介よろしくお願いします。私の手元に一枚のメールが届いております。優しいな。読みたいと思います。ラジオネーム峠の新一から出てきました。小峠さんの優しいエピソード。小峠さんの優しさがようやく皆さんにも分かっていただけたようで、私も嬉しいです。峠推しの僕からすると嬉しい限りです。そんな小峠さんにハートを射抜かれたエピソードがあります。以前お付き合いしていた方との破局があり、その後そのお相手の方が復帰した時に小峠さんが言った言葉です。僕は男ですが、小峠さんなら抱かれても構わないと思ったくらいです。その言葉をもう一度小峠さん本人に言ってもらいたいです。その言葉はこれです。一度愛した女として全力で応援しますよ。かっこいいな。さすが。優しい。優しい。溢れてるね。優しいでもな、これは。いや、噴射ですよ。優しさの噴射ですよ。素敵。いやいやいや。シャンパンのごとく優しさが。ブワシャーって。いい男。今日も明日も応援してるわけだよね。覚えてますか、まあまあ、このエピソード。まあまあ、なんとなく言ったような覚えてはありますかね、うん、これはやっぱ照れ隠しで、いや、まあまあまあ、そんなの僕関係ないですからもうとかって言っちゃうもんですよ、うんうんうん、でも、ね、私はなかなかできない。やっぱりまだ未だに応援してるわけだからね。だから一度愛した女はずっと応援していくと。その愛した女の幸せを一生願って死んでいくという人生、うんうん、そこまで含んでないですよ。別にずっと浮かんじゃってるから。悪口言うような人もいますからね。そうよ。でもう何にもないと、相手がどうなろうが関係ないと思う人がほとんどじゃない。ほとんどだと思いますよ。ねえ、小峠さん、この言葉は何でももう一度言ってもらって。なんで言わなくちゃいけないの。優しいねで終わりでいいじゃないですか。これ小峠さんのもう一度言うてよ言うてよ。ちょっとミキサーさん、ちょっとお願いしますよ。これ小峠さん、ちょっと エコーかけるのかな、いけるかな。じゃあ小峠さんが言ったらこのコーナー締めますんで、はい、小峠さん、うん、お願いします。一度愛した女として全力で応援しますよ。どういうコーナーだよ。すごい。このコーナーでもメール募集してるんですよね。はい、そうなんです。このコーナーでは優しい小峠さんの情報をお待ちしています。採用された方には金の玉ステッカーがもらえるチャンスがありますので、どしどしご応募ください。以上、小峠優しいのコーナーでした。できてなコーナー。よかった。まずいですよこれ。
バイキング小峠英二です。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。加藤面接。このコーナーは芸能界の狂犬極楽とんぼ加藤浩次の面接を受け、次期ヤンヤンガールズの座を獲得し、未来のタレントを夢見る女子大生を応援するコーナーです。さあ、ではまずは自己紹介の方お願いします。はい、青山学院大学1年生の小杉玲子と申します。11月にフレッシュキャンパスコンテストという大学1年生の全国のミスコンでグランプリを獲得いたしました。あら、すごい。ゲームとかアニメ漫画が大好きなインドア女子でございます。よろしくお願いいたします。なんかもうちょっともう約束されてる感じじゃない、ね、女子のアナですか。アナウンサーというよりは、モデルさんやリポーターさん、お天気お姉さんみたいなのがやってみたいと思ってます。おー、じゃあもうタレントとしてやりたいってこと。あ、そんな感じですかね。はい。あ、もうそれはもうただ女優さんとかではなく、はい、じゃあもうセントホースまっしぐらですね、うん、これ、うん、そうですね。あ、そうなんですか。ええー、もう来てんじゃないですか。いや、まだ来てない。はい。あ、まだ来てない。おお、そうですか。うん、あ、なんで女子アナじゃなくてモデルとかリポーターなんですか。あの、私中川翔子さんに憧れておりまして。ショコタン。はい、ショコタンです。うん、ショコタンってとかそのゲームとかがすごい好きで、はいはいはい、私もゲーム大好きで、すごい得意なこととかがすごい共通してるショコタンみたいになりたいなと思って、うん、ああ、自分のそういう好きなことを仕事にしたいってことね。はい、うん、じゃあもう決まってんだね。え、だからやりたいことは。あ、はい、うん、親は何て言ってる。それでいいよって言ってる。はい、うん、ショコタンみたいになれたらいいねって。ショコタン変わってっからね。セミの抜け殻とかね、幼虫の抜け殻とか集めたりね。なんか変わったもんありますか、あなたの趣味で。そうですね、変わったものか、うん、なんだろうな。ゲーム以外で。なんかゲーム以外で、うん、一人絵しりとりとかですかね。何ですかそれ。一人で絵しりとりするっていうだけです。一人で絵しりとり。あ、はい、いや、絵を描くの。あ、そう、そうです、そうです。うん、ちょっとそれ今やってもらっていいですか。ラジオで絵描くんですか。僕がちょっと説明しますか。はい、あ、紙の裏に、あ、紙の裏に、うん、はい、お願いします。はい、で書いてる、うん、無難なやつからですけど。はいはいはい。一人絵しりとり、うん、あ、リンゴ、これ、あの、5秒っていう縛りをつけるんですよ。ああ、5秒の縛りがあるんだ。5秒とアンパンマンですか。 5で合ってませんよ。何なんですかそれ。ゴリラですね。ゴリラですかそれ。アンパンマンかと思いましたよ。ああ、なるほどね。ゴリラですか。ゴリラ、ラッパー、ラッパー書いてるのね。パー、はい、早い。でも何ですかそれ。え、これパンダですね。あ、パンダ、パンダだ。何ですかそれ。これダルマですよね。ダルマ、ダルマ、ダルマ、はい、ダルマですよねこれ。いやー、ちょっと分かりませんけど。続けて、まあ、俺初めて見た絵しりとりって、まあ、あ、これは人によって分かれるかもしれない。マントですね。マント、そうです、そうです、そうです。マントでいいんですか。はい、はい、マント。トは来たら私絶対これ書くんですよ。トは来たらこれって書く。トーマスだ。あ、トーマス。あ、そうです、そうです。早い。5秒でトーマスはなかなかすごいよ。スは、スはこれスですね。あ、言っちゃった。これだいたい伝わるんで。あ、オスね。オス、瓶書いてね。ス、スだよ。スでスって来てるよ。スでスでまたスだね。うん、はぁ、これですね。うん、なんだこれ。スコンブですね。わかんねえな、それは。わかんねえな、なあ。スコンブ、そうやってどんどんわかんない絵にしてって、ヘラヘラ笑ってんだ。そう、一人で。一人で、その、一人遊び好きなんだね。あ、そうですね。いや、うん、面白い遊び方だね。で、考えるね、どん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 書いてってるもんね。うん。あ、そうなんですか。いや、好きなお笑い芸人は誰ですかで、うん、あの、ロバートの秋山くんと、ゴージャスと、ホリケンさん。はい、変な人が好きなんですよね、多分。え、変ですかね。うん、3人ともやっぱちょっと変だよ、ね、そういう、うん、唯一無二タイプだよね。そう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 、うん、だからやっぱ あなたもやっぱちょっとそういう絵しりとりを一人でやるっていうやっぱちょっと変な部分があるんじゃない。言われる友達に。いや、友達に見せないので。
一人でしりとりしてるところなんて。知らないの友達。知らないです、ね、え、家族は知らないと思います。もう一人だけで楽しんでるの。そうです。すごいね。発表とか別にしたくないんだね。あ、そう、するものじゃないですからね。うん。まあその程度のもんだもんね。そうか。あとは小峠さん、なんか気になったのありますか、アンケートで。そう、誰にも負けない自信があることはというので、うん、学校の先生に絶対に好かれるって、これはすごくないですか。何それ。これなんか自分から話しかけに行くことが多いっていう。はい、学校の先生に。はい。特におじいちゃんタイプの人とか。一頃。話しかけ。悪い女だな。己悪い女だな。それ分かってるだろ自分で。いやいや、好かれるやり方分かってるだろ。ジジイ殺し分かったんだろ。寄ってくのか。寄ってきません。ジジイが寄ってくる、来るだけで嬉しいから。ジジイはもう、ジジイはもう視界に若い女が入っただけで嬉しいでしょ。それを狙ってんだろう。狙ってないですよ。で、成績も上げてもらって。成績は高いかもしれない。私 WA 取れないとちょっと怖いっていうか気が済まないみたいな。WA というのは A プラスみたいなことだよね。あ、そう、一番上の成績っていうことで、うん、90点以上みたいな。え、取ってる科目は全部 WA なの。9割くらい。すげえの。すごい。すごいね。あとはモノマネありますよ。うん。お猿のジョージのモノマネ。なんですかお猿のジョージって。え、存じないですか。わかんない。何お猿のジョージって。お猿のジョージ。え、それなんかアニメ。はアニメです。アニメ。アニメ。はい。じゃあちょっとお猿のジョージ。知らないのにやるのか。そうです。そうだね、思い出すかもしれないから。うん。あ、あれか。うん。お猿のジョージお願いします。音量注意で。はいよ。知らない。あ、知らないですか。知らないな。それ似てんの。お猿似てますね、これ。誰にやっても似てるって言われます。あ、そう。違うジョージあります。ジョージですね。喜んだジョージ。あ、はい。はい、喜んだジョージお願いします。知らないな。怒ったジョージ。知らないな。ですか。全然似てるかどうかもさっぱらがなかったわ。本当ですか。うん。でも似てんだろうな。似てますよ。友達が似てるって言うんだったら似てんだろう。似てんだろうな。やっぱ知らないもののモノマネされても何にも思わないもんだな。ですね。いや、やれって言ったから。ごめんな、なんか。謝られちゃった。気持ちが何にも揺れなかったですね。何やってんのかな、この人って思って。それだけだったよ。いやでもね、あなたは多分もうこのまま行きますよ、きっと勉強もするでしょうし、うん、まあそうですよね、うん、頑張ってしょこたん目指してください、はい、最後にリスナーに一言お願いします。はい、聞いてくださってありがとうございました。しょこたんみたいになれるように、秋山さんみたいに面白くできるように頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。池田優子です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってまーす。池田優子35。素敵な夜にクリスマスバージョンで今夜は叫ばせていただきます。最初は天然水さんからいただきました。私が嫌いな言葉第1位、メリークリスマス池田優子35。好きになれる日が来るんでしょうか。キュウリデスさんからいただきました。クリスマス、このあっぱれだけが心の友、池田優子35。残念ながらあっぱれは収録なんですね。次、もみあげさ大臣さんからいただきました。西野美希さんはあのてっぺん焼け野原を見たことはあるのでしょうか。池田優子35。私は見たことがあります。なんだろう。ラスト、ここからバインさんからいただきました。
おい大谷、お前最近羽振り良くなったんじゃないか、はい、そんなそんな服の売り上げで結構小銭稼いでんだろう、池田優香サーティファイ皆さんのおかげです、稼いでるな、そんなことない今夜の対象はこちらです。西野美希さんはあのてっぺん焼け野原を見たことはあるのでしょうか。池田優香サーティファイ大将のもみあげさ大臣さんには私がデザインしたステッカーをプレゼントいたします。以上です。続いては山本さんお願いします。山本圭一55 メリークリスマス、聖なる夜に今夜も叫ばせていただきます。最初はため林蔵さんからいただきました。初めてクリスマス、ミキー今年は俺がサンタだよ、山本圭一何言ってんだ54 何言ってんだ何言ってる？いただいたやつを叫ばせていただくわけだから、ね、恥ずかしくない、恥ずかしくないだから50過ぎたおっさんが、うん、いや、叫ばせていただくわけだからね、今年55だよ54になって、まあ、55に向かってるんだけど、今年俺がサンタだぜ、ね、いや、まあ、そういうことだ、俺もちょっと暑いわ、なんかはずいわ続いてお前出してんじゃねえだろうな、俺が出すか自分でね、うん、自分で言いたいがために、うん、あ、それもありなんだな。続いてお豚の大行進さんの作品、初めての新年の挨拶は西野家山本家どっちから行けばいいんだ、おい加藤教えろ山本圭一54 もう結婚ネタばっかじゃん来るんだ来たやつを言わせていただいてるわけだからね、仕事増えたろ、横ばいなんだよね、いや、そうなの、横ばいでしょ、これ増えてんだろ、横なんだよ、夫婦で、え、夫婦でそうでもないんだよ、結構あるだろ、俺の方はそうでもないんだよ、西野は増えてるか、西野増えたでしょ、西野めちゃめちゃ増えてるわ全然休んでないって言いました、マジで、なんでかな、なんでかな呼ばれないんだよね、二人で行ったら面白くなると思うけどな、うん、え、別にいいんだろ、二人で出んの、全然いいよ、全然何個かは行ってはいるんだよね、うまくいく、うまくいってる、よく喋ってくれるからうまくいくよ、ああそう、よかったな、俺そんな喋らなくていいから、お楽に喋る、喋れる、喋るよさあラスト、予約済みのケーキさんからいただきました。おい小峠、うん、来年はお前だな、うん、頑張れよ、山本圭一54 来年だな、いやいや、そのなんかこれ来年ってことはないか、結婚の先輩みたいな言い方ですけども、あ、うん、まあまあまあ54までに頑張れよ山本さん基準で、あ、じゃあまだ大丈夫だな、54まで頑張ればいいじゃん、ああそうですね、うん、なんとかなるよいや幸せそうですね、さあ今夜の大賞はこちら、予約済みのケーキさんからいただきました。おい小峠、来年はお前だな、頑張れよ、いや山本圭一54、それじゃないよ、そう今日のは一発目でしょ、うん、一発目のやつでしょ、うん、今日の大賞は、大賞だって大賞間違いだよ、大賞間違いだよ、一発目のやつだって大賞今言っちゃったら、大賞間違いだよ、改めて大賞、なんだよ大賞間違い、改めて大賞発表お願いします、うん、改めて大賞発表いたします。ため林蔵さんからいただきました、初めてのクリスマス、ミキー今年は俺がサンタだよ、ヨーズケイチフィフティーボー、だよ大賞間違いとか言うからだよ、一回逃げたつもりで言ったのに
大賞のため林蔵さんには池田さんからデザインしたステッカーをプレゼントいたします。そして皆さんにご報告です、うん、皆様に愛されてきました山本圭一54、うん、池田姉さんの叫びも復活したということなので、うん、来週がファイナルになります。最後を飾るお叫びをたくさんお待ちしております。続いてはミリーニャです。はい、ミリーニャのささやき、あなたのミリーニャです。私のささやきがクリスマスプレゼント、よーく聞いてね。じゃあ行くね。加古川のカズゴンさんの作品。ねえねえ、お兄さんはどこにクリスマスツリーを建てますか？私は小さなツリーをお部屋に建ててます。次、天然水さんの作品。グリボッチグリボッチグリボッチ、寂しいあなたのために3回続けて言いました。もう一回、クリボッチ。みそかぼっちにはならないようにね。次、白鳥さんの作品。はぁ、いつか私も金は腐るほどあるって言ってみたいな。私が持ってるお金はいつから腐り出すんだろうな。ラスト、黒の2番さんの作品。ねえねえ、優しい小峠さん、私今ミュウミュウにハマってます。ん、なんだそれ。ミュウミュウ、ミュウミュウ、何ミュウミュウ、ハイブランドです。あ、ミュウミュウ、ミュウミュウ、あ、ハイブランド。いや、買えばいいだろ。買えよ自分で。ミュウミュウの何が欲しいの？ミュウミュウのお財布。お財布か、お財布。ミュウミュウ、ミュウミュウ、いやだ、あんたそれで、そのあんた自分 の, そのブランドで稼いでんでしょ。いや、そんなまだ稼げてないです。ミュウミュウぐらい買ったらいいよ、そんなの。いや、ミュウミュウにハマってるので。うん、はい。いや、買えよ。なんで俺は買う義理があるんだよ。小峠サンタだよ、小峠サンタだよ。黙ってます。買えよ自分。黙って待ってればいいよ。黙って待ってます。黙って待ってればね。はい、待ってます。楽屋に置いてあると思う。今夜のミリニアどうだった？今週のミリニア大賞を発表するね。黒の2番さんの作品。ねえねえ、優しい小峠さん、私今ミュウミュウにハマってます。買わないって待ってます。買いなさいって、とりあえず待ってます。大賞の黒の2番さんには池田さんがデザインした金の玉ステッカーを差し上げます。最後にもう一ささやき聞いてね。クリボッチのあなたに私からのプレゼント、メリークリスマス。以上です。それでは聞いてください。イコールザ・フィルス。下手だな、キスの音下手だな。イコールラブの大谷えみりです。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。スプラトゥーン3当選者発表。何、はい、5000通以上の応募がありました今回のプレゼントですけども、ここにそのメールが積まれております。はい、このメールの中から山本さんに当選者を選んでいただきます。1人何通でも OK ということで、それも含めたメールがここにございます。当選者は20名ですけども、ここでは10名選んでいただきます。もしかして1人で何枚も当選するかもしれませんが、まあ、それも運ということで、ちなみに大谷さんも、マジで応募しました。マジで、ガチで応募しました。入ってんのじゃあ。入ってます、入ってます、この中にね。はい、うん、さあ、そのメールもここにありますけれども、公平にこのメールの中に入れさせていただきます。では山本さん、当選者を選んでください。当選者の、まあ、ここ5000何百通、はい、多分ここあるんですけど、はい、ランダムに10枚もう抜いた。ランダムに10枚、うん、抜きました。よっしゃ、じゃあ選んでてください。ランダム、本当ランダムに行きましょう。行きました。はい、お願いします。合言葉は絶対優勝ということで、やりました。一人目、一人目、東京都は小林さん。おお、まず一人目おめでとうございます。そして二人目、二人目、これは岡山市はペンネーム、ミミさん。ミミさん、お、今とも違うよ。おめでとうございます。三人目、続いては
秋田県、ラジオネーム、四児のパパさん。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、5人目。続いて、茨城県、ラジオネーム、北浦の成田区さん。はい。おめでとうございます。そう、そして5人目。続いて、大阪府は、川崎さん。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、続いて、北海道、うん、ラジオネーム、クーガさん。もう全部かぶってないよ、ね、すごいですね。かぶってない。しかもね、そうでしょ、うん、続いて、新潟県、ラジオネーム、ジョリーさん。うん、おめでとうございます。まだかぶりなし。お、続いて、東野、ラジオネーム、米朝さん。うん、おめでとうございます。おめでとうございます。俺全部一切かぶってないね。ね、うん、そして、うん、続いて、東野、え、あれ、うん、ラジオネーム、米朝さん。何2つ当たった。わぁ、すげぇ。分けて米朝2つ当たったぞ。いいの。そしてラスト、ラストお願いします。東京都は、お、大谷さん。え、本当本当本当、嘘でしょ。大谷エミリー、え、私嘘でしょ。本当本当本当に本当に、え、大谷何枚出したのよ。え、私1枚ですよ。マジで、もうすげえ。え、でもやった、なんかやったか。やってない、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 入れてぐちゃ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 、俺も何回もあれして、やってない、やってない。で、ね、こんなのある。やば、うん、いいな、私すげえ、よかったな。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ついてんな。何枚入れたの。1枚、1枚ですよ。いつ、嘘でしょ、1000ぐらい入れてんじゃないの。やべえ、すごいな。かぶりも1枚、すごいっすね。ありがとうございます。嬉しい。まあ一応今11枚、10枚10枚ね、10枚で、あと残りの10枚は、まあ一応発送を持ってと返させていただく、返させていただくということで、一応10枚の中選ばれた。すげえな。すごい引きだね。聞いた山本もすげえな。すげえ、ありがとうございます。米朝だけが2つ送られてくれた。すごいね、米朝さん、ね、面白いね。あと10人の方は発想を持って返していただくということですね、はい、ということで今週はここまでです。さよなら、さよなら。